こんにちは、Tスタイルです。今日は Z のハンドル交換のやり方について動画にしてほしいですというリクエストをいただきましたので、 Z のハンドル交換の動画を作りたいと思います。僕の Z はハンドルを交換しているので、まずはもともとついてた純正のハンドルに戻してから交換のやり方の手順を取っていきたいと思います。はい、交換終わりました。今純正ハンドルがついてます。久しぶりにつけたんですけど結構かっこいいですね。ハンドル交換の前にハンドル交換をするときに必要なものを紹介します。まずお好みのハンドル、好きなのをつけてください。で、あとハンドルを取り付ける台座になるのがこのボスです。ボスなのかボスなのかイントネーションはようわからないんですけど、これも必要になります。必要なものが揃ったら交換に移ります。交換の手順についてはボスの取扱説明書に結構詳しく書いてあるので、ボスの説明書を見ながらすればできる作業だと思います。説明書によりますと、まずバッテリーの端子を外します。そして10分以上放置してから作業を行います。なぜこの作業をするのかというと、エアバッグが誤作動を起こさないようにバッテリーの端子を外すみたいです。いきなりボーンってきたら危ないっていうことですね。バッテリーの端子を外して10分以上経ったら次の作業に移ります。ちなみにこの純正ステアリングは仮付けなので少し端折るところもあるんですが、ご了承ください。はい、まずはハンドルを取り外しましょう。 Z のハンドルはここの両脇にプラスチック製の蓋がついてますので、まずそれを外します。蓋を外すと中にトルクスネジが見えますので、それをトルクスレンチで取り外します。このトルクスレンチはボスのキットについてました。このカバーははまってるだけですので、こじってやれば取れます。次に中にあるトルクスネジを緩めます。このようにネジロック材がついているので、ネジを舐めないように気をつけてください。ネジはこちらとこちら左右2箇所についています。2箇所のネジを外すとこのようにエアバッグが外れます。実際はここでエアバッグの配線がつながっていると思いますので、エアバッグの配線のカプラを外して取り外します。するとこのような状態になりますので、ここにある19ミリのナットを緩めます。ここもそこそこ硬いので頑張ってください。ハンドルが動かないように固定しながら緩めます。本当はかなり硬く締まっています。この辺りの配線も外したことを確認したらハンドルを引き抜きます。この時に中央のナットは外さずに少し残した状態にしておいてください。あとは手前に揺すったりしてハンドルを外していきます。ここもかなり硬く締まっているのでなかなか外れない場合があると思います。その時はステアリングプーラーという工具を使って引き抜いてください。僕の Z も最初硬かったので手では外すことができず、ステアリングプーラーっていう工具を使って外しました。このように外すことができたらナットを外します。するとハンドルが外れます。ハンドル外れたら次は新しいハンドルをつけていきます。車外のハンドルはエアバッグがないモデルも多いので、エアバッグがないハンドルをつけるときはこういったエアバッグキャンセラーという配線を取り付けます。ホーンの配線も取り付けます。これは元々のホーンのカプラーに挿してやるだけです。次にこのボスを取り付けます。ハンドルの台座の部分ですね、これをつけていきます。ボスを取り付けて再びナットで締め付けてやります。このナットを本締めする際はハンドルを取り付けておいた方が締めやすいです。まあ、皆さんどうやってやるのかわからないですけど、僕はこうやって原始人のような格好で締めてます。中央のナットを十分に締め付けることができたら
ハンドルを外します。この配線がブラブラしてしまうんでテープで固定します。そしたらボスについているカバーをつけていきます。あとはここにハンドルをつけてホーンもつけてやれば完成です。このままつけてやれば完成になるんですが、そのままつけただけだとハンドルのセンターが少しずれてしまう場合もあります。そういう時は角度を調整するスペーサーが販売されてますので、そちらをかましてステアリングをつけてやります。また Z のハンドルにはテレスコピック機能っていうのが備わっていないので、もしハンドルを手前にしたい場合はハンドルが手前に来る形状のものを使うか、もしくはこういったスペーサーをかましてハンドルを手前に近づけることもできます。僕は腕が短いんで5センチぐらい手前に持ってくるようにスペーサーをかましてます。この辺はお好みでしてください。あまりハンドルを手前に持ってくるとウインカーに指が届かなくなったりしますが、そういう時のパーツも売ってますし、意外と慣れたら大丈夫だったりするので、そこは様子を見ながらやってみてください。それでは元に戻していきます。はい、ということでハンドル交換の動画でした。今回は端折った部分も多いですが、基本的にはボスの説明書を見れば作業できるとは思います。それではご視聴ありがとうございました。